アーロン・オーガスティン・アフラロはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元バスケットボール選手。身長196センチメートル、体重97キログラム。ポジションはシューティングガード。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の大学病院で生まれたアフラロは成長するという CLA に進学した。大学では社会学を専攻するほか。 バスケットボールのエーススコアラーとして活躍し、同行からはエド・オバノン以来となる AP 通信が選ぶオールアメリカンに選出された。大学卒業後、2007年の NBA ドラフトへのエントリーを宣言し、デトロイト・ピストンズから全体27位で指名されて NBA 入りを果たす。NBA 入り後、主にリチャード・ハミルトンの控えとして出場し、 ハミルトンが欠場時には先発として起用されたこともあった。2008から09シーズン後、トレードでデンバーナゲッツに移籍した。2012年8月10日、トレードでオーランドマジックに移籍した。2014年6月26日、トレードでデンバーナゲッツに移籍した。2014年10月29日の開幕戦で、15得点4リバウンドの成績で、 89から79でピストンズに勝利した。その後、2015年2月19日の NBA 内部の駆け込みトレードでポートランドトレイルブレイザーズに移籍した。2015年7月2日、ニューヨークニックスと2年1600万ドルで契約シーズン終了後に2年目の契約を解消した。二千十六年七月二日、サクラメントキングスと二年二千五百万ドルで 契約したものの、2016から17、シーズン終了後に解雇された。2017年7月25日、フルスオーランドマジックと1年230万ドルで契約した。得点力も、去ることながら、アフラロは守備の評価も、非常に高く、大学時代は必ず相手チームのエースとマッチアップ、させられた。俊足を飛ばして、 チームの攻撃終了後に最初に守備位置に戻るのは彼の重要な役割であった。得点面ではドライブからのレイアップを好むが、アウトサイドシュートも増えてではなく、NCWA トーナメントの重要な場面で何度か3ポイントシュートを決めている。ありがとうございます。